ローレンス・ビニョンは、イギリスの詩人、劇作家、学者。ランカスター生まれ、両親は、聖職者のフレデリック・ビニョンとメアリード・ドック・レイ。セント・ポールズ・スクールに学び、トリニティ・カレッジ在学時には、試作により、ニューディゲット賞を1891年に獲得した。1893年から1933年に、退職するまで、大英博物館に勤めた。 1904年に歴史学者史シ,シリーマーガレット・パウエルと結婚し、芸術家にこれグレーを含む三上を設けた。1914年のイギリス海外派遣軍の死傷者に心動かされ、ビニオンは最も有名な作品、フォーザ・フォーレンを執筆した。この作品はイギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダにおいてリメンバランスサンデーの式典でしばしば朗読される。 1915年には、フランスの病院の看護人に志願し、後にはイギリスで勤務して、ベルダンの戦いにおける戦勝者の介護に携わった。この経験を、フォードントレスフランスに記している。戦後は、大英図書館に復帰し、多くの美術書を執筆した。1933年には、ハーバード大学のノートン史学教授に任じられた。 1933年から1943年に没するまでの間にはダンテの新曲の翻訳を刊行した。ロンドン大空襲についてのシザ・バーニング・オブ・ザ・リーヴスを含む戦争史は彼の代表作と広く見なされている。ローレンス・ビニョンはイングランド・ランカシャー州・ランカスターで生まれた。両親はイングランド国教会の聖職者、フレデリック・ビニョンとメアリード・ドック・レイであった。 メアリーの父はロンドンバーミンガム鉄道の技術長であり、先祖はクエーカー教徒だった。ビニョンはセントポールズスクールに学んだ。その後、トリニティカレッジで西洋古典学を専攻し、試作によりニューディゲット賞を1891年に獲得した。1893年の卒業直後より、ビニョンは大英博物館の印刷書籍部に勤め、 博物館の展覧会カタログと自身の美術、研究所の執筆を始めた。1895年には最初の著書ダッチエ・チャーズ・オブ・ザ・セブンティーンス・センチュリーが出版された。同年ハンガソ病部に移動し、キャンベルド・ジスンの部下となった。1909年にはビニョンは管理助手となり、1913年には新たな副部門となる東洋ハンガソ病部の 学芸員に任じられた。その頃彼は、エズラ・パウンド、リチャード・オールディントン、HD のような若いイマジズムの詩人たちに、東洋の美術と文学を紹介し、ロンドンにおけるモダニズムの形成に重要な役割を果たした。大英博物館が刊行したビニョンの著書の多くには、彼の詩人としての感性による影響が現れているが、博物館収蔵イギリス海画目録や、 中国日本半がかり目録のような純粋に学術的なものもある。ローレンス・ビニョン、1898年、ウィリアム・ストラングによるドライポイント1904年に歴史学者のシシリー・マーガレット・パウエルと結婚し、3人の娘が生まれた。この頃ビニョンはオックスフォード・ストリートのウィーン・カフェの常連客として芸術家サークルに加わっていた。仲間の知識人には、 エズラ・パウンド、サー・ウィリアム・ローゼンステイン、ウォルター・シッカート、チャールズ・リケッツ、ルシアン・ピサロ、エドマンド・デュラックらがいた。第一次世界大戦以前のビニョンの評判は、警官詩人、アルフレッド・オースティンが1913年に死去した、際に報道が取り沙汰した後継者候補の中にビニョンの名があったことから知れる。他には、トーマス・ハーディ、ジョン・メイス・フィールド、 ラドヤード・キップリングの名が上がっていた。任命されたのは、ロバト・ブリッジェズであった。当時でいう、世界大戦の海戦と、イギリス海外派遣軍のあまりの死傷者数に、心を動かされ、ビニョムは1914年に、死、法座法練を書いた。その時彼は、北部コーンウォール沿岸、ポルチェスカ、ポーツレスの崖地帯に滞在していた。どちらの場所にもこの死の記念碑があるが、 ビニョン自身はポルツエスト1939年のインタビューで述べている。この混乱はポルツエスト近くにポーツレスファームがあることと関係しているかもしれない。この作品は9月国民感情がつい先頃のマルヌ海線に揺れている頃にタイムズ誌に掲載された。今日ではビニョンの最も有名な詩となったホーザ・ホーレンにはイギリスのリメンバランスサンデーの礼拝で よく朗読される。オーストラリアとニュージーランドの安宅の日の礼拝や、カナダの11月11日リメンバランス、礼礼拝では不可欠な要素となっている。こうして、オードブリメンブランスは国を問わず戦勝者への参加としての座を得続けている。オードツーリメンブランスは、死、フォーザフォーレンに、全7連の中盤の3連で、前後にさらに2つの連がある。 追悼礼拝で用いられる章歌は、通例では前景の中盤三連のみである。詩の全文はこちらビニョンの、ホーザ・フレンを含む歌三作を、サー・エドワード・エルガーは、最後の主要な還元楽声楽曲、イングランドの精神として音楽化している。1915年には、陸軍の主眼年齢制限を超えていたにもかかわらず、ビニョンは、フランス軍兵士のためのイギリスの病院、 フランスのアルクアンバロワ臨時病院に志願し、しばらくの間看護人として働いた。1916年夏にはイギリスに戻りベルダンの戦線から構想された兵士の看護に携わった。彼はこの経験をフォードントレスフランスに記している。シフェチング・ザ・ウーンデッドとザ・ディスタント・ガンズはアルクアンバロワにおける病院勤務の経験より着想したものである。 2004年出版の CD オーディオブック、アーティス・トライフルズには、ホーザ・フォーレン・ノビニョン自身による朗読が収録されている。録音日時は不明で、日本にで78回転レコード版で発売されたものである。この CD では、ジーク・フリード・サスーン、エドマンド・ブランデン、ロバート・グレーブス、デイビッド・ジョーンズ、エッチェル・リック・ワードを含む他の対戦詩人たちの声をも聞くことができる。 戦後彼は大英博物館に復帰し多くの美術書、とりわけ、ウィリアム・ブレイク、ペルシャ美術、日本美術に関するものを執筆した。彼の文化の文脈の概念を強く打ち出した古代日本、中国についての著作は、とりわけ、エズラ・パウンドと WBEA ツに影響を与えた。ブレイクとその後継者に関する著作は、当時ほとんど忘れ去られていたサミエル・パーマーの、 作品への記憶を呼び起こした。ビニョンの関心の二面性は、イギリスの幻想的ロマン主義が伝統的に内包していた、地中海、東洋文化の豊かな不思議さへの関心を引き継いでいた。ローレンス・ビニョン九百三十一年には二巻本、コレクテッド・ポエムズが刊行された。九百三十二年に、ビニョンは、ハンガソ病部の学芸員に昇進したが、九百三十三年に、 大英博物館を退職した。彼は、バークシャー州ストリートリー近くのウェストリッジグリーンの辞書に移り住み、試作を続けた。1933から1934年に、ビニョンは、ハーバード大学のノートン・チャールズ・エリオット私学教授に、任じられた。彼は、ザ・スピリット・オブ・マン・イン・アジアン・アートと題した連続講義を行い、これは1935年に出版された。 ビニョンは研究活動を続けた。1939年5月には、オックスフォード大学の巧妙なロマネスレクチャーをアートフリーダムの演題で行い、1940年にはアテネ大学のバイロン英文学教授に任ぜられた。彼はこの職を1941年4月のドイツ軍によるギリシャ侵攻を辛くも逃れて脱出せざるを得なく、なるまで務めた。後任は、 ロード男性に出会った。ビニョンは1909年頃よりパウンドと友人であったが、1930年代には極めて親密になった。パウンドは彼のことを死愛の情を込めて、ビンビンと呼び、ダンテの翻訳に助力した。彼が講演した人物としては他にアーサー・ウェイリーがいた。1933年から1943年にかけたビニョンは、ダンテの 新曲のサンインク法による好評を得た英訳を出版した。これにはエズラ・パウンドが幾くばくかの編集補助を行っている。彼はこの翻訳に20年を捧げしの直前に完成させた。この本の読者数はパオロ・ミラノがバイキング・ポータブル・ライブラリーシリーズのザ・ポータブル・ダンテに収めたことによって劇的に増加した。ビニョンは収録にあたり翻訳の 全3部を大幅に改定し、1981年にマークムサワ家に置き換えられるまでに3班と8冊を数えた。二次大戦中には、ビニオンは、ロンドン大空襲についての調子ザ、バーニング・オブ・ザ・リーブスの執筆を続け、これは彼の代表作と広く見なされている。2016年に、ポール・オープレイは両大戦記に書かれた詩をまとめた。 四千週ポエムズ・オブ・ツー・オーズを新たに編み、ビニオン作品序説において、彼の後期の死を最上のものとしている。死の間際には、ビニオンは三部からなる大規模なアーサー・オー三部作に取り組んでおり、第一部は、没後にザ・マットネス・オブ・メルルンとして出版された。彼は、ダニー・デニーンにて、手術を受けた後に1943年3月10日に73歳で死去した。 葬儀は、オックスフォード大学のトリニティカレッジ教会において1943年3月13日に営まれた。ビニョンの遺界が巻かれた、アルドワースのセントメアリ教会には、年番完成の記念碑がある。1985年11月11日に、ウェストミンスター寺院の詩人のコーナーで除幕された16人の偉大な大戦詩人を記念する石板には、ビニョンの名もあった。 石板の碑文は共に尚を刻まれた大戦詩人、ウィリフレット・オーエンの引用である。碑文は次の通り。私の主題は戦争、戦争の悲哀だ。死は、悲哀の中にある三人の娘、マーガレット・ニコレテは、芸術の道に進んだ。ヘレン・ビニョンは、ポール・ナッシュやエリック・ラビリオスと共に学び、オックスフォード大学出版局出版物の多くの差し絵を手掛け、 人形使いでもあった。彼女は後に人形劇の教師となり、パペトリートゥデイプロフェッショナルパペトリーイン、イングランドを出版した。マーガレット・ビニョンは自動書を表し、これにはヘレンが総顔を描いた。ニコレテは卓越したカリグラファー、美学者となった。ビニョンは1929年に来日し、東京帝国大学において、 イギリスの美術と死における風景と題した講演を行った。詩人、英文学者の山宮誠は、ビニョンの経歴と来日について、次のように記している。作者、ビニョンは1869年生まれの英国の詩人並みに、美術批評家で、創作、評論ともに、その道の人のにおもんじられております。オックスフォード大学卒業後ドイツ、ランにし、 イタリー等の大陸諸国に美術アンギャを試み、帰国後、ザブリティッシュミュージアムに入り、同博物館の東洋美術部長の職にあった人、1929年の秋来庁しまして、多年目のあたり艦隊と憧れていた日本の美術や風光を称し、東京、京都、仙台の各地で英国の美術及び文学に関する講演を行い、上野の美術研究所で英国から 持参しました。水彩への展覧会を開き、我々に、多大の感銘を与え、指導に、宿り気ともしたことは、多数諸君のにご存知のことと思います。ビニョンはいかにも英国人らしい地味な詩人で、約40年にわたる分断生活中一度も、一気作者となったことはありませんが、繊細優雅な、剣実のるな作風、明るい楽天的思想によって、現代の英詩団に、 重要な地位を占めております。美術批評家としてのビニョンは、特に、シナ、日本の海へ、ブレイク及び、ボティチェリの研究家として有名であります。1915年に、シリル・ルーサムは、法ー,ーレンを、合唱、管弦楽曲に編曲し、初演は、ケンブリッジ大学音楽協会、作曲者式により1919 19年に行われた。エドワード・エルガーは、 イニョンの歌3編をイングランドの精神、テナー、またはソプラのソロ、コーラスとオーケストラのためのとして編曲した。チャールズ・ビリアーズ・スタンフォードはアッティラの劇音楽を1907年に作曲している。ありがとうございます。